純正車高をぶっ壊す。どうも埼玉ローダウン協会会員土井パフォーマンスです。はい、まあ壮大に滑ったところで、今回こちら、ラガーコーポレーションの営業車トゥーランなんですけれども、ちょっとこちらをかっこよくしちゃうっていう企画です。はい、まあ、多方面から怒られそうなんですけれども、まあ、せっかくなんでちょっとかっこよくしようっていう。で、一応これを、ロティフォームのホイールを履いてローダウン していきたいと思います。はい、で今回ちょっともう時間が、夕方なんで、まずちょっとタイヤホイールの準備だけになっちゃうと思うんですけど、ちょっとこれから裏当ての方に行って、まあ、営業者なんでやってもらえないんで、自分たちでちょっとセルフサービスでちょっとタイヤホイールの準備からちょっとやってみたいと思います。行きましょう。はい、ボンドショップ裏に着いたんで、タイホイール組み込みまでちょっと頑張ります。はい、ちょっと後でまた紹介しますけど、 FK453-245-3519 これにしました。ロティフォーム箱かっこいいよね。19ちょっと見てみますかね。つけるのがこのロティフォームの2019年モデル BUCM です。色は、ブラックにしました。白ボディに黒いホイール意外にかっこいいんじゃないかなと思って。じゃん、かっこいいよね BUCM で。今回、まあ、BUCM もかっこいいんですけど、エアロディスクつけちゃいます。なんで一応両方エアロディスクつけてもいいし、まあ、外してもかっこいいようにこれにしました。はい、というわけで頑張ってこれをちょっと組んでいきます。でちょっと渋滞してたタイヤチェンジャーも今空きそうなんでちょっとやります。ただちょっと心配なのはね、ちょっとチェンジャーの使い方がね、ボンドのやつはよくわかんないっていう、こんなイメージね。いや、いいんじゃないの、タイヤの厚み的にもそんなに頑張ってる感なくて。もうアウディワーゲン結構ドンピシャサイズなんで、今回19インチのインセット45かなの通しで履きます。で、まあ車高も下げるんで、まあ面具合はアライメントとちょっと引っ込みすぎちゃったりしたらスペーサーでちょっと調整しようかなっていう感じです。はい、で今組み込みの準備でエアバルブをつけてます。で BUCM は、付属の専用のバルブがついてきますんで、それをつけるのと、あとは、純正のエアセンサー付きのエアバルブ装着者の場合、裏側にもう1個穴が開いてるんで、そこに取り付けられるようになってます。不要な場合は、今回不要なんで、一応の汎用のゴムバルブの一番短いやつを今回つけておきました。はい、なんで純正のエアセンサーにも対応しています。半年ぶりぐらいにタイヤを組みます。はい、果たして大丈夫なのか。まず機械の使い方がガレージと別なんで分かんないっていうね。で一応 BUCM なんかリバースみたいなんで、まあ、要はタイヤ組むときにタイヤがこうかかるとこですね、こっちだとかけられないんで裏組みになります。でエアバルブが飛び出てるんで、ここだけ注意しないとタイヤ破けちゃうんで、まあ、ユーザーには全く関係ない部分になるんですけど、一応こんな感じになってますんで、組み方ちょっと注意っすね。で一応こっちか、19で結構扁平薄いんで、これで組んできます。でさっき言ってたバルブが引っかかると切れちゃうんで、先に逃がしてから組みます。
バランス結構いいね。結構ガレージの時も何回かロティフォーム組んだけど、結構バランスいいよね、キャスト全然悪くない。で一応黒いホイールには黒いウェイト、シルバーとかメッキのホイールには、シルバーのウェイト、ガンメタのホイールはメカニック次第で対応してます、はい。で今回まあ黒いホイールなんで黒いウェイトでバランス取ります。25ゼロ、ほらー、はい。というわけでこんな感じで組み終わりました。で今日ちょっと取り付けとかあとローダウンがちょっと今日間に合わないんで次回お伝えします。